ただ不正改造車排除する運動みたいな、これはダメ、これはダメ、もうざっくりすぎ、もう話になんない。ハロー YouTube、 整備業界をぶっ壊す整備士茂信です。さあ今年もやってまいりました。6月1ヶ月間不正改造車を排除する運動が行われております。もちろん当社はやりません。これですね、やらない理由っていうのはあるんですよ。去年もこれお話しさせていただいたんですけども、この不正改造車排除する運動の何が目的かっていうとね、トータルの事故とか苦情だとか環境問題とか、この点について冊子には書かれてるんですよ。でもこの中でね、例えば事故で考えましょう。トータルの事故の件数のうち不正改造車が元で起きた事故は何パーセントあるのか。他にも苦情、苦情に関してはこのトータルの苦情の件数、まあ例えばですけど大体騒音だと思うんですけど、騒音問題の中の苦情のうちの不正改造車によるものが何パーセントか。あと環境問題、まあ環境問題は結構来てるかもしれないですけども、トータルの環境問題、例えば工場の排気ガスとかですね、あとは水素汚染とか、そういうもののうちの不正改造車が元で起きているものが何パーセントかっていうのを細かく数字で出ていないんですよ。これがどこにも書いていない。環境省のページにも警察庁のホームページにも、それこそ自動車整備関係のね、ホームページとか、まあ国土交通省もそうなんですけども、トータルのうちの何パーセントが不正改造車によるものだから、これを減らせば完全に良くなるよねってことが書かれていないんです。でこれを去年私はちゃんと国土交通省に対して質問文を投げさせていただきました。こういうのが数値としてないんですが、なぜですか。でこれがないと、私は行う理由が見当たりませんと。どうですよね。だって効果がわからないから。皆さんも思いますよね。効果がないものを買いたいと思いますか。女性がよく使うものといえば、化粧品ですよね。化粧品の、例えば 150ml1 万円ぐらいする化粧水、効果効能が効果が全く書かれてないものを買いたいと思いますか。男性としてはガソリンにいる添加剤みたいなもの、これを入れればリッター何キロ伸びるよみたいな、そういう効果が全く書かれてもない、ガソリンに入れる添加剤ですとしか書かれてない添加剤を買いますかって話なんですよね。買えませんよね、そんなね。それと同じような感覚です。僕の中ではこの不正改造車って呼ばれるものは、車全体のうちを何パーセントかちょっと把握はしてないんですけども、そこら辺いっぱいいますから、何台か何パーセントかっては言えないんですが、事故とかだったらばなんか数字出せそうじゃないですか。例えば保険会社でも何でもいいです。その、事故トータルの事故のうちに不正改造車が元で何パーセントありますよ、こういう数字がないとね、それ運動何の意味があるんですかみたいな。だって数字が全く何にも出てないのにその運動やる必要ありますか。例えばですけども、森林、山を木を切って、例えば1、2本切った時に、その環境に対してどれぐらい酸素供給量が減るかとかって、数字にできなくないですか？なんかわかんなくないですか？いや、わかんないです。緻密に計算してったらば、0.00002、3% ぐらいは、酸素供給量が減るかもしれないみたいな言い方しかできないじゃないですか。ね、何万本、何十万本っていうある木のうちの1、2本来たところで、効果なんてビビたるもんですよね。わからないですよね。だって、逆にじゃあそれを調べましょうっつって、何十万本分の森林を袋で覆って酸素供給量、酸素の換算する機械をつけて、全体うちこれでした、じゃあ1、2本切って測ってみましょう、数値変わりませんねって、これめっちゃ金の無駄遣いじゃないですか。だってそうですよね。皆さんこれ税金使われてるってことを忘れないでください。これこの運動には税金が使われてるんですよ。税金、皆さんが汗水垂らして血の汗を流しながら貯めたお金で、それを会社からもらったお金をうち何パーセントっていうふうに税金取られてるわけですよね。自動車だったらば自動車税だとか、重量税だとか、まあ、そういうもので取られてるわけですよ。そのうちの何パーセント逆にこの運動に対してお金が使われてるんですかって話です。いやー、僕はですね、これ多分効果対費用がね、全然割に合ってないかなと思ってるからですね。プロジェクト名も本当に無駄遣いです。プロジェクト名無駄遣い。皆さん本当に自分の税金、払った税金がこういうことで使われてる時には、
税金には口出ししていいことになってるんですからね。だってこっちから出してるお金ですから、そういう税金に対してはちゃんと声を上げていかなくちゃいけない。人が稼いだ金に対して物を言うことはこれは決してあってはいけないと思うんですけども、自分たちが払った税金の使い道に関して自分たちが声を上げないと、いつまでたっても甘い汁で吸いまくってる人間たち、もしくはそういう部署たちが勝手な行動を起こして、そうやってこれだったらば国に対して良くなるだろうっていう、見栄えがいいだろうっていう利点だけでやっているって、これは非常に無駄であると。こんなこと一般の会社でやってたらばもう即首切りですよって言った具合にですね、今回もこういう不正改造者を排除する月間なんてやってますけども、わざわざ強化しなくていいよと。まずはトータルの件数のうち不正改造者が元でこれぐらいの割合で損害が起きているから、なくせばこれぐらいのいいことになるよねと、まあプラスに転じるよねみたいなことが発表されない限り、私は絶対運動参加しようとは思っておりません。皆さんはいかがですか？他にも結構そういうところね、いろいろあると思うんですよ、細かいやつ。これは自動車業界だけじゃなくて、違う業界でも多分いろいろ出てくると思うんです。例えば出てこないんですが、そういった感じでですね、国がなんか無駄遣いをしてるってことが大いにあるかもしれない。皆さんちゃんとそこを見張ってください。自分たちが払った税金の使い道をちゃんと見てください。で、ちゃんとそれを精査して言葉にしましょう。声を上げていきましょう。じゃないとこういう感じにね、無駄に使われる可能性があると。これでやられて困るのは自動車業界なんです。自動車業界が衰退しそうなんです、これ。わかりますか？この、まず不正改造って言われているもの。まあ、いくつかありますよ。この不正改造の元で何かあるかっていうとですね、例を挙げます。まあ、例えば、車枠、車の枠をはみ出してウイングが出ていないかとか、タイヤが、はみ出していないか、フェンダーよりはみ出していないか、マフラーの、長さが出ていないかとか、マフラーの音量とか、排ガス濃度が高いかどうかとかですね、あとはですね、こういう不正改造もあります。トラックなんかと、化石材仕様になっていないか、めちゃくちゃ物が積めるように改造されていないかとか、不正経由を使っていないかとか、そういうものも含まれているんですよね。ただどこまでが不正改造なのかっていうのは、これは単純に決めた枠内の中でしか判断していないことなんですよ。決まった枠内だってそうじゃないですか。タイヤがはみ出していることに対して、これも僕もですね、この決められた内容がですね、なんか非常に曖昧、なんかタイヤがはみ出していると、フェンダーから何センチ以上はみ出していると事故率が何パー上がりますとかっていう、そういう数値化されていないものに関してはもう甘くした方がいいんじゃないかと思ってます。今のところフェンダーからタイヤが1センチまでだったらはみ出していいですよっていう、もう車検になってるんですよ。車検規約っていうか車検の規定になってるんですよ。前まではだってタイヤだってはみ出してちゃうアウトだったんですからね。それが今なんかヨーロッパの基準は右習いになって、日本はそういうところ悪い、本当に悪い、なんかどっかの国の右習いになるとか、そういうのはちょっと良くないと思うんですけども、基本的に確かヨーロッパ基準に合わせて作られてるんですよ、日本の基準って。よく E マークってあるじゃないですか、 E11 とか、ああいう E マークってヨーロッパ基準ですからね。あれそういうものに関して右習いっていうのも、あんま良くないなと。日本だったらちゃんと日本で考えてそういう規約を作るべき、規定を作るべきだと思っております。だからフェンダーから別に5センチはみ出していたとしてもですよ、フェンダーから5センチはみ出してても、もしその車が横を通った時に一番ぶつかる場所ってミラーだと思う、サイドミラーだと思うんですよ。だったらサイドミラーも規制した方がいいんじゃないかと思いません？だってあります、なんかうわ、なんかもう走行中車のタイヤだけ踏まれて過ぎてって骨折したんだって話聞いたことありますか？ないっすよね、多分。はみ出したタイヤに引かれる確率って何パーよ。ミラーぶつかるやん普通。もしかも車に当たってる、骨折してる、ちょっと待ってて、ブーンって来て、そのはみ出したタイヤより先にフェンダーにぶつかってこうなりますよね。ミラーに当たってうわ腕骨折したじゃないですか。足踏まれたことない、何この基準、1センチって何この基準、別に3センチでもいいじゃんってね。だったらもうミラーよりも外に出てるのはアウトとかにした方がいいですよね、それだったら。とかあとウィングも一応災害寸からなんか14センチぐらいこう内側に入ってなくちゃいけないっていう規定があるんですよ。ごめんなさい、数値はちょっと曖昧なんですけども、災害寸よりも内側で、なおかつ高さも前後よりも低くなくちゃいけないっていうね。あとまあ車枠に収まっているっていう規定があるんですけども、それも曖昧、なんか何のためって思いません？例えばですけど、その、ウィングの長さが災害寸ギリギリ前作られたとして、いやもう歩行中になんか前から来た車のウィングに引っかかって怪我した、あります？こんな話聞いたことありますか？ウィングだけに引っかかって怪我する確率何パーセントよ。
この辺ちゃんと数字に出さないといけないですよね。なんかちゃんと物を置いて車を横走らせてまずどこに当たるかって計算しなくちゃいけない。もうミラーでしょ、サイドミラーでしょ。だったらサイドミラーまでのね寸法いないだったらよくないって思いません？まあ高さは一理ある、まあ、でも高さも何か引っかかるかって話ですけどね。ねだって実際車の中だったらば普通のね自動車の中でも高さ4メートルぐらいまでだってあるわけですよ。ただウィングだけ4メートル伸ばすっていうのはもう基本的にそうかっこ悪くてしょうがない。だったらまあもう普通になら2メーターぐらいまではもう視野に入れといてあげなくちゃなんかおかしくないですかって。だってウィングが高さ上にあったとしてもね、なんかその辺ぶつかって怪我しましたって聞いたことないでしょ。だってもうめちゃくちゃもう屋根より出てたウィングに当たって怪我したとか聞いたことないでしょ。そんなお笑い話じゃないですかって。アニメの中とかだけですよそんなの。走ってくる車はですね、自分のジャンプ力だけで避けようっていうそのチャレンジみたいな、アホ、それぐらいアホ。もうウィング伸ばしたから怪我したとかそんなのない。もうだからウィングのあの規定も変えるべき、タイヤのはみ出し具合も変えるべきですよね。寸法も変えるべき。まあマフラーはちょっと飛び出しとかでもしかしたらハス切りマフラーだったらねバックしてって怪我させたっていうまああるかもしれない。これはまあここはちょっと一考するべき。で音に関して騒音はですね、例えばですけど一般の方からして、あの車は平成10年前だから103デシベルだからこの音量だったらまあセーフ、あの車は平成15年後ででも100デシベル出てるからもう車検アウト、こんなこと言う人います？いないですよね。こんな素人いたら怖くないですか？むしろその人業界人でマフラー作ってる、まあ、そんなことあるわけがない。だって同じ例えば103デシベルでもですよ、平成10年前だったらば車検 OK でも10年以降だったら車検アウトなんですよね。多分分かってる方いらっしゃると思いますけど、整備士の方は皆さん知ってると思いますが、同じ103デシベル、同じ100デシベルでも車検がクリアするものとアウトになるものなんですよ。もっと言うと、昭和の車確か音量規制ないっすよね。昭和の若い頃60年以前でしたっけ、58年でしたっけ、ちょっとごめんなさいその数字曖昧なんですけども、昭和の車だったら大体は音量規制ないっすよね。だったら110デシベルでも車検通っちゃうわけですよ。とここまで全部曖昧になってるんですよね。一般の人から聞いたら全部うるさい音って認識されてしまえばそれで駆除来ちゃうんですよ、じゃないですか。だって家の中、しかもですよ、まあ、例えばですけど道路から1メートルの家と道路から5メートル離れてる家にいる時に同じデシベルの車通って、そしたら近い方の人はうるさいって思うじゃないですか。なんなら5メーター離れてるか10メーター離れてるか同じ音量の車が通っても別になんか通ったら聞こえはしたけどうるさくないなみたいなっていう感覚の問題ですよね。なんかそういう感覚の問題っていうのは基本的に数字で表せないんですよ。だってその人によって違うから。であればもう音量規制なんて年数ごとに変えるんではなくてですよ、年数ごとに変えるんじゃなくてもう休前でもうクリアしてるんだったらもう平成10年頃でいいんじゃない全部って言って、もう全部103デシベルだったら OK みたいな風に少し緩和していく方向じゃないと、これから自動車業界っていうのはどんどん伝えていくと思うんです。まあ、あとはですね、不正経営、あ、ごめんなさい。この不正経営に関しては、ちょっと環境に結構問題がある。エンジンにも問題がある。ちょっと車の寿命もね、短くしてしまうとか、そういう問題があるんで、不正経営はちょっとあんま良くない。で、あと、過積載も、確かに道路にダメージを負わせる傾向がめちゃくちゃあります。本当は7トン車だったら7トン車で、12、3トン積んじゃうとか、ね、そういう話もよくありますけども、それも結構まあ道路を傷めるから、まあ、車の構造上ちょっと負荷がかかるような積み方してるのは少し良くないなと思うんですけども、まあ、過積載についてはちょっとまあ、若干目をつぶるところかもしれませんが、不正経営はねやっぱダメですよ。本当に車にも良くないし環境にも悪いし、でそれ、安い経由が、出回すことによってね、やっぱそれで飯食えなくなるところも当然あるわけですから、それは悪いです。うん、そこは良くない。そこは認める。そこだけの活動だったらする。でもそれするんだったら、不正経由反対運動みたいな、そっちはしますよ。ただ、不正改造車排除する運動みたいな、これはダメ。これはダメ。もうざっくりすぎ。もう話にならない。ということにですね、まあちょっと今回めちゃくちゃ話が長くなってしまったんですが、とりあえず、不正改造車排除する運動はしない方向で、今年もやらさせていただきたいと思います。もう本当にね、この話に、ね、共感していただいた方ね、ぜひね、周りに拡散していただきたいと思います。本当に皆さん、黙って税金の使い道をね、勝手に決められて、勝手にそういう、無駄なことに使われて嫌じゃないですか。だったら税金安くしろって話じゃないですか。という方にね、運動シフトしていければなと思っております。
今回はこれで以上です。グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。あとですね、音声の動画、音声のみの動画の方でもですね、今日話したような感じでですね、お話しさせていただいているので、もう興味がある方、もしくは、手が離せない、目が離せない方は耳だけでも聞いていただければ、嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。